尻焼き温泉は、群馬県安妻郡中野城町大技に有山にある温泉。平家の落ちによって発見されたと伝えられる。発見時期は不明だが、嘉永年間の地図にはすでに温泉の記載がある。名前の由来は、川底から流出している温泉で温められた石に腰を下ろして地を直したこと、すなわち尻を焼いたことだという。の天風呂。 川の湯あず川支流の白社川のさらに支流、調査佐川沿いに3軒の旅館がある。知り焼き温泉で最も有名なのが、川の湯と呼ばれる川底から温泉が湧き出す地点であり、川をせき止めて作った巨大露天風呂となっている。その脇には小さな湯小屋もある。湯小屋での入浴は水着禁止。川をせき止めて露天風呂としている部分については、更衣室等は特に用意されていない。 その大きさから、まるでプールのようでもあるため、水着を着用しての入浴者もいるが、通常の風呂と同じく裸で入浴するものも多い。タウキや、融雪機、また上流での夕立ち発生時には、川幅いっぱいに急流となるので川の中で入浴は、できない。 シリり焼温泉湯小屋なお温泉街から 1.5km 以上離れた国道405号沿いに日帰り入浴施設、バーで陸号があり、これはシリり焼温泉から引沿をして運営している。ただし隣の花敷温泉よりもさらに東側であり、立地としては温泉街の外である。ありがとうございます。